はいどうも、風間ゆうりと申します。瓦礫の魔女は続きをやっていきましょう。じゃあこの不自然なボロッボロな迷路を進みますか。なんだろうこの変に開いた空間。なんか急にさ、急になんか怪我したりとかしないよね。とりあえずセーブはしてあるから特に何もないのかな。なんか左上にメモみたいなものがある。何かの切れ端が落ちているだね。なんだろう。人を好きになって何年経ったろうか。初恋を未だこじらせているといえば同級生に笑われてしまうかもしれない。しかしいいのだ。私は一生あの人を好きで居続けると決めた。一途な恋心はそう簡単に曲がらないのだ。なんだろうこれね。なんだろうね。最初に拾ったなんだっけ、どれだ、ある手記の続き。今のが4かな。行き止まりだ。あ、そういう表示も出るんだ。何もないよね。とりあえずなんか落ちてるものは拾って進めばいいよね。どっちだ、どっちでもいいのか。あ、こっち行き止まりだ。特に何もないか。何もないか。おー、結構すんなりついた。すげー、かっけー。かっけーとしか言えない。ダンディーなおっちゃんや。あ、ちょっとビビってんのか、突然の来訪者に。あ、ここ裁判所。いすみさんみたいだな。な、お前。あ、ごめんなさい、また勝手に入っちゃいました。ノックすべきでしたよね。ああ、いや、なんか優しそうなおじさんだな。ああ、すまない。考え事をしていた。ああ、お前があれか。記憶がないという。あ、そうなんです。どうしてそれを？先ほど、リンネから聞いた。泊まれるところを探しているんだろう？リンネって、平勝さんか。苗字か。平勝さんが？可愛い子の頼みだから聞いてやってくれと言われてな。いや、何から何まで。平和さん、感謝です。可愛い子の頼みっていうのはスルーしたんだ。奥の部屋に寝床を用意してある。可愛いなものだが、まあそこは許してくれ。ありがとうございます。助かります。いえ、とんでもないです。助かります。やべえ、なんか主人公とちょっとシンクロしてきた。あ、あ、俺の名前か。あ、はい、すみません。いや、構わん。俺は片桐裁き裁判委員会会長だ。もう名前の通り裁くのだけど、その裁くだったっけ。でもそっか、全部裁くって字はその漢字を使うか。ふむふむ、通りさんが言っていた渋めの方ですね。確かに渋かっこいいようなね。渋かっこいいよね。そうそう、それが言いたかった。渋いんだよ、なんか。あ、いや、なんでもないです。独り言です。すごい無言になるね、さばきさん。そうか、まあそのなんだ、眠くなったら勝手に寝てくれ。寝室はそこの扉から入れる。あ、はい、ありがとうございます。せっかくだからいろいろ見てから寝ようかな。ね、あのピンクの頭の子も気になるしね。なんかめっちゃアノミみたいな動きするじゃん、怖えよ。これなんだ、破れたぬいぐるみ。裂け目に何かあるみたい。お母さんが死んでしまった。
とても悲しいけれど、どうしてか喜んでいる私がいる。これでお父さんはようやく私を見てくれる。私に振り向いてくれる。かもしれない。かもしれなくても確率は上がった。せっかくだ。明日は慣れないおしゃれでもしてみよう。ネイルとかやってみようかな。なんだこの日記は。お父さんが好きだった娘にしてはちょっとね、考え方がひねくれてるというか、お母さんが死んでしまったおかげでお父さんが自分を見てくれる。どういう環境だ。なんだろうこれ。今のが、あ、記録じゃなくて記録もするけど2かな、2だね。なんだろう。こっちはこれも破れてんだ。直そうぜ。糸と針はないか。まあこの子も気になるんだけど、さぶきさんに話を聞こう。どうした？裁判委員会のこと。裁判委員会っていうのはいろいろ裁判をするところなんですよね。驚くほど簡潔かつ単純な理解度だな。すみません、通りさんになんとなく聞いただけなので。まあ大体その理解で合っているだろう。主に警察委員会絡みの事件について裁判を行っている。民事裁判とか家事裁判、家事審判とかはあまり言っていないんですね。ああ、今ではそんなこと日常茶飯事だしな。いちいち裁いていたらキリがない。そうだよね、裁くってこの字だよね。裁きさんの裁くはさ、魚を裁くとかの裁きじゃない？使っていいのかな、裁判でも。しかし、お前、記憶喪失とは言っても、そういう知識はあるんだな。そうなんだよね。基本の知識はあるんだけど、なんだろう、昔の記憶がないんだよな。出来事とかの。あれ？確かに、なんで知っていたんでしょう。あ、もしかしたら、無意識のうちに何か思い出しているのかもしれないです。まあ、少しずつね。そうか。さばきさん、雑談しましょう。どうした？あの、私、廃病院に行って、瓦礫の魔女さんにお会いしたいんですが。さばきさんは何か魔女さんについてご存知だったりしますか？瓦礫の魔女か。すまんな。俺はそのあたり、あまり詳しくない。そうですか。だが、もしその魔女とやらが捕まり、俺たちが裁くことがあったら、その時はそいつの罪に見合った罰を宣告したいと考えている。そこにどんな理由があったとしてもですか？当然だ。裁判委員会は中立の組織。どんな事情であったとしても、犯した罪の重さは変わらん。まあ確かによほどのことがあれば考慮する場合もあるが。しかしなぜそんなことを聞くんだ。お前には関係ないだろう。いえ、何か気になってしまって。何だったんでしょう。お前に分からんのなら俺にも分からん。ですよね。主人公にも何かよぎるものがあったんだな。はい、じゃあおとなしくして。かわいい、ちっちゃこの子が幼女か。かわいい。こんなところに子供。あ、もしかしてわかりちゃん。お前私を知っているんですね。その自信満々の顔が可愛い。その通りです。私が裁判委員会副会長の琴の葉わかりと申します。あら、まあ
かわいい。お前餌っては私を子供だと思って舐めていますねそんな顔もするんだ。いや確かに子供なのは間違いないですが、あれだとしたら別にいいのか。なんかすごい単純な子だね分かんなくなっちゃってるじゃないですか。うるさいのです。とにかく私を子供だと思って侮らないことです。わかりましたか。はい了解です天才幼女さん。幼女って言うなです。かわいいなこの子かわいいな待って待ってお話しようよ。全然捕まえらんない。どこ行くの？どこ行くの？さっきまでそっちまで出てこなかったじゃん。はいはい、何でしょうか。サバキさんのこと。サバキさんって何か能力あったりするんですか？ええ、ありますよ。一体どんな能力なんですか？本人に聞けばいいじゃないか、じゃないですかなのです。いや、ちょっと威厳というか、オーラというかが、その、怖いと言いますか。怖くないですし、サバキはとっても優しいですよ。まあ、でも、そこまで言うなら、私から教えてあげるのです。ありがとう。わかりちゃんありがとう。サバキの能力は真実です。ん？真実？はい。目を見た相手が嘘をついているかいないかがわかる能力なのです。それでしばらく黙ったりとかしてるのか、その人の本心を見抜くために。それは裁判員にとってはとっても有利な能力ですね。はい。サバキがいる限り、この世界に真実はあり続けるのです。ああ、なんかかっこいいですね。もうわかりちゃん、喋ったらすぐ動くんだから。わかりちゃんのことも教えて。わかりちゃんは何か能力あったりするの？ありますよ。知りたいです。知りたいです。自爆です。え？自爆です。自爆？ドカーンと爆発しますよ。あたり一面を焼け野原にします。ちゃんと私も傷を負いますが、それダメじゃん。なんてリスキーな。なので裁きには使うなと言われています。下手すると死ぬぞって。その爆発の威力を自分でコントロールできんのかな。死ぬ？私も痛いのは嫌なので使いません。それがいいと思います。能力は必ずしもいいものってわけではないのかな。確かに今まで会ってきた人たちはみんな使えそうな能力だったよね。この子は使っちゃいけない能力を身につけてんだね。雑談しましょう。良い案なのです。しましょう。サバキさんってもしかしてわかりちゃんのお父さん？え？唐突にどうなさいましたか？あ、いえ、もしかしたらそうなのかなって思いまして、つい。違うんだろうな。残念ながらその推測は誤っています。私とサバキは血がつながっていないし、そもそも私は幼少の頃サバキに拾われました。あ、え、そうだったんですか。幼少の頃ってことはもっとちっちゃい頃かな。その、ごめんなさい。いえ。このご時世、捨て子や、宝飾なんて、言うのは普通に言いますから。何も、謝ったりするようなことじゃありません。そうですか。そうですよ。教育委員会の人たちだって、そういう捨て子が、主なんですから。そうだったんですね。はい、そうなんですよ。まあ、何はともあれ、私のことはお気になさらずです。あ、はい、ありがとうございます。そうか、拾われた子なんだね、サバキさんに。サバキさんは、2つしか教えてくれないか。じゃあもう寝ちゃっていいのかな。
特に調べられそうなものないよな。もう寝る？あ、ちょっと待って、じゃあセーブしてから寝ようかな。逆にさ、今外出れんのかな。まあ試しにね、多分カットすると思うけど。よし、特に何もなかったので寝ます。おやすみ。なになに、ドアをノックされたの？めっちゃ強いじゃん。何の音？起きたか。あの一体今の音は。推測だが、きっと国会と裁判所をつなぐあの通路にアノミーか何かが入り込んだんだろう。アノミーって扉開けられんのかな。アノミーが？確実ではないかな。だが危険かもしれん。外に出るときは気をつけるんだぞ。はい、了解です。わかりもだぞ。分かってますよ、裁き。もし外に行きたくなったら裁きも連れて行くのです。いや、俺はあまり外に出るなという意味で言ったのだが、まあいいか。裁きさん、怖そうな雰囲気だけど意外に優しい人だよな。何はともあれ、外に出るときは気をつけよう。やだよ。あ、っていうか寝たから回復してる。ありがとう、さばきさん。ありがとう、ありがとう。話しかけちゃった。このさ、さばきさんの能力さ、主人公の心の中も見えてんのかな。でも、主人公嘘はついてないよな、多分。記憶がないのは本当だし。本当だよね。嘘じゃないよね。急にそういう話になる？めっちゃ怖いな。そう、人の心が読める人は子供の方が接しやすそうだなとは思う。わかりちゃんみたいなね。アノミいるの？いなくない？ここだよね。うわめっちゃ叫んじゃった。うえって。あかりちゃんの話も変わらないか。じゃあもう、外行くしかないのか。怖え。ここから出てきたよね。来たよね。よしよし。ねえ、一撃で死ぬんだけど。どう？出てくるだろ？出てくるだろ？ここ、通り抜ける。オッケー。待って、どう行きゃいいんだよ、クソ。よし、もう一回。ちょっと待つべきだったな。よし、もうちょっとだったのに。ここむずくね。ちょっと待ってよ。ちょっとズルしてね、途中まで進めてセーブしてんだ。ここまで来てんの。ここまで来てんだ。これさ、来て、はいはい、避けて、はいはい、オッケー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 、もう行け、もう行け、もう行け、オッケー。はぁ、はぁ、怖かった。疲れたね。しばらくはここに入らないでおこう。あと平和さんに報告しよう。そうだね、ここにもいるもんね。いやー、たどり着いた、よかった。あー、ただいま戻ってきたよ、よこなさん。あら、どうしたの？何よ、気持ち悪いよね。いえ、なんだか記憶をなくしてから初めて同じくらいの女性に会ったので、なんだか嬉しくて。あら、でも放送委員会のあの子も同じくらいの年齢よ。あ、そうなんですか。てっきりもっと若いかと。そうよね、なんか彼女には大人っぽさというか
そういうのが一切ないものね。逆に横名さんは大人びてるよな。でもそうね、私もこうやって普通に話せる人がなかなかいないから、その嬉しいわ。横名さん、せっかくなので私横名さんと一緒にガールズトークしたり恋話したりいろいろ仲良くなりたいです。ミラカスさんとのこととかも聞きたいですし。ああそれいいわね、私もたくさん話したいわ。なんだか私たちいい友達になれそうだと思いませんか？え、よく平笠さんのこと聞こうと思ったね。ええ、そうね、きっとなれるわ。横名さん、さん付けなんてしなくていいわ、呼び捨てて結構よ。だからもしあなたが記憶を思い出したときは呼び捨てで呼ばせてちょうだいね。うん、もちろんだよ横名。あ、だからって平勝くんに近づきすぎないでね、私が嫉妬しちゃうから。うん、気をつけるね。へえ、よかったね主人公、初めての友達だ。いや、記憶なくす前は友達いたのかもしれないけど。そっか、友達になれたんだ平勝さん。うん、おう、おはよう、今日も可愛いな。ちょ、からかわないでください。というか、それどころじゃなくて、裁判所につながる通路にアノミーが。そう、めっちゃ大量発生した。それ、ま？ま？マジか、わかった、後で討伐してくるわ。あ、ありがとうございます。あ、そういうことできるんだ。あ、あと、そうだ、病院。あ、やっぱ行きたい？それはもちろん。そっか、でも俺今アノミー討伐っていう新しい仕事入っちゃったからしばらく待てる？あ、はい、大丈夫です、待ちます。あ、そうだ、ここから廃病院まで結構時間がかかるから、今のうちに教会に戻って挨拶しておくのもいいんじゃない？よし、教会帰ろう、深夜さんの元へ。あ、確かに何日も日を明けたら心配するかもしれないです。うんうん、だからさ、一回帰ってその後もう一回ここにおいでよって結構遠出。俺たちはいつでも待ってるからさ。はい、ありがとうございます。じゃあ行ってきますね。おう、気をつけてな。はい、平勝さんも。ん、サンキュー。じゃあ電車に乗らなきゃいけないな。もう平勝さんお話変わんないかな。あ、ヒントでも聞きに来た？ヒントはいいや、とりあえず。とりあえず教会に帰ればええんやろ？ええんやろ？まあここら辺のアノミーはそんな早い動きはしないから逃げ切れる。オッケー、じゃあどうしようかな。とりあえず電車に乗るまでは行っちゃおっかな。あの、何ですか？切符がなかったらここは通しませんよ。そうだよね、ですよね。はい、もう用がないなら言ってください。あー、待ってください。怪我しちゃったら。あー、はいはい、僕の能力の治癒である程度なら回復してあげますよ。おお、2つ復活したか。万が一あなたが切符捜索中に死んだりでもしたら、駅の名に泥がつくかもしれないですからね。私のためっていうわけではないんですね。なんであんたのために能力を使わなきゃいけないんだ？なんかこの会話前聞いたことあるぞ。この悪い顔二つな。そうだね、怪我したら来ようか。切符、あ、アギオさんとか持ってないかな。っていうかさ、あれはジブンさんたちは？危ない危ない、ノロイさんたちどこ行ったんだろう、あの二人。アギオさん、いや、元気そうだな。ところで聞け、笹の目が脱獄したらしいっすね。あ、あー、大変ですね。なんだその反応は、何か知っているのか。バカ主人公、バカ。いえ、まさか。
そうか、何か分かったらいつでも連絡をくれ。ああ、ごまかせた。はい。くれぐれも私が脱獄の手伝いをしたことは黙っておこう。絶対言っちゃダメだよ、殺されるぞ、下手したら。いや、元気そうだね。そういえば、ひろかずは元気そうだった？めちゃくちゃ元気でしたよ。はい、暇さえあればナンパしてくるくらいには元気だと思います。変わらないね。最近会っていないから少し気になっていたんだ。元気そうなら何よりだよ。仲いいんですね。まあね、あいつとは小さい時から一緒だったから幼馴染か。なんか兄弟みたいでいいですね。うん、いいものだよ。阿行もいるし、僕は幸せ者だね。そうですね。うん、複雑。全く、また捕まえなければって言ってた。めっちゃ怒ってんじゃない？アノミーに気をつけて。ありがとう。気をつけるよ。じゃあ阿行さんたちじゃなかったな。ここじゃないのかな？放送委員会の方かな？あ、脅威のうつれさん。いじってんだろ。その呼び方は恥ずかしいからやめろ。ああ、すみません。ついゆっかり口が。そうか。で、俺に何か用があるんだろ？あ、いえ、用ってほどではないんですけど。ジブンさんに憑依していた時言っていましたけど、どうして郵便会が逮捕されていたことが分かったのか気になっていまして。確かに、そのことか。簡単なことだ。通りに能力を使って警察署に忍び込んでもらい、ボイスレコーダーを仕込んでもらっていたんだ。通りさんがそれできんならさ、うつるさんが同意する意味はなかったんじゃね？そんなことないのかな。あ、そういうことだったんですか。ちなみにそのボイスレコーダーは？まだ警察署にあるな。なぜ持って帰ってこなかった？警察、特に阿行にバレる前に回収してしまいたいのだが。また通りさんに頼んだらどうですか？そうしたいのだが、なんせ昨日俺のミスで何も情報を得られなかったことをすごく怒っているな。多分言うことを聞いてくれない、そういう関係なんだ。うつるさんが上なんじゃないんだ。あら、なんだったら回収してきてくれないか。確かに主人公だったら出入り自由だもんな。え、私ですか？そのボイスレコーダーは処分してしまって構わない。もちろん自分のものにしてしまってもいい。え、処分しちゃっていいの？せっかくの情報を。とりあえずアー行にバレる前にどうにか警察署から回収してきてくれ。あ、わかりました。了解です。ボイスレコーダーがもらえるなら協力してみようかな。へえ、なんか全然違う展開になっちゃった。じゃあ取りに行くけど、通りちゃんは怒ってるの？あ、どうも、元気ですか？ようこそ教会に帰るので一応挨拶しておこうかなと。おや、もうお帰りになるんですか。寂しくなりますね。あ、でも国会に用があるのですぐ帰ってくる予定です。え、国会？あの謎のベールに包まれた国会に用が？え、何です？何をするんですか？あ、いえ、それは企業秘密と言いますか。すみません、こればっかりは言えなくて。やっぱり自分たちで国会の秘密を暴くしかないようですね。あんまり推奨できないんですけど、応援してます。はい、全力で頑張ってみせますですよ。ゴシップを求めて少女頑張る。特にこっちはないか。じゃあボイスレコーダーを手に入れるところからになりますかね。次回は。今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。